チェルボーナ・ウクライナ。チェルボーナ・ウクライナは、ソ連の形寿命館、である。関名は、ウクライナ語で、赤いウクライナという意味である。しばしば、ロシア語転写で、または、となる。ウクライナ語名に沿った表記は、チェルボーナ・ウクライナ。ロシア語転写に沿った表記は、チェルボーナ・ウクライナ。ロシア語翻訳名に沿った表記は、チェルボーナやウクライナなる。このページでは、 ウクライナ語名が特に使われた時代に関しては、チェルボーナ・ウクライナ。ロシア語名が特に使われた時代に関しては、チェルボーナ・ウクライナ。特に言語の問題に関係のない場合は日本語関用名の、チェルボーナ・ウクライナを用いることとする。チェルボーナ・ウクライナは、ロシア帝国時代に設計された、スベトラーナ休憩巡洋艦の五番艦として、計画された。当初は、アドミラル・ナヒモフ。 と称した。これは、ナヒーモフ帝徳という意味で、日露戦争における、日本海海戦で戦没した、総甲巡洋艦から受け継いだものであった。官名の由来となったパーベルナヒーモフは、ロシア帝国の貴族、軍で、オスマン帝国との数々の戦争に参加、クリミア戦争におけるセバストーポリの防衛戦を、式中、銃弾に倒れた。アドミラールナヒーモフ以降のスベトラーナ、 休憩巡洋艦は国会艦隊向けに建造されており、それまでのバルト艦隊向けの4隻とは対抗理装備の省略など仕様が異なっていた。このため、スベトラーナ級後期型4隻を持ってアドミラール・ナヒーモフ級と呼ぶこともある。国会向けのスベトラーナ級の1.2番艦は、1912年度から1916年度の 海軍増強プログラムの一環として計画された。バルト艦隊向けのスベトラーナ級が、イズマイエル級巡洋戦艦やノビーククチク艦と共に、セバストオポリ級度級戦艦を補完するものとして計画されたのに対し、国海艦隊向けのアドミラールナヒーモフ級は、国海艦隊向けセバストオポリ級となるインペラトリーや、マリーア級度級戦艦三隻や、 その姉妹型土球船艦インペラートルニコライ一世を保管するものとして期待された。さらに、その指揮下に入る新型駆逐艦として、国会艦隊向けのビーク級駆逐艦12隻の建造も着工した。1916年6月には、国会艦隊の増強のための戦時急造プログラムが立てられ、アドミラールナヒーモフ級の3.4番艦が計画された。 国会艦隊向けのスベトラーナ級、アドミラールナヒーモフ級は、バルト艦隊向けのスベトラーナ級に比べ機関室と機械室にあたる区画が拡張され、その分艦隊が延長されていることが特徴であった。また、艦隊の接合強度も向上されていた。また、外見上では、両級には、肺炎管の形状と断面に相違が生じていた。バルト艦隊向けのスベトラーナ級は、 最氷能力を有していたが、温暖な国会方面では、その装備は必要ないため、重量軽減と後期短縮のため廃止された。アドミラールナヒーモフ級の新しい装備としては、無線電信機があった。これは1911年製の 8KWT のもので、600回りの更新可能距離を持っていた。武装は、十五口径リメートル単装砲十五。 門38口径 63.5mm 広角砲4門 7.62mm マクシム機重4門という標準的なものであった。手砲は通常88の破砕化学弾を使用した。130mm 砲はロシア海軍では標準的な口径の艦載砲であったがアドミラールナヒーモフ級に搭載されたのは1911年製の新型砲。 1911年型1 3トル、5 5後継速射砲を採用した。この砲は同世代の土球戦艦インペラトリッツァマリーヤ級の副砲にも採用されているその性能は重量3 3 5ラムの砲弾を行角30度で2 2 3 1 5ルまで届かせることができ毎分後から8発で発射できた。手法の旋回は 守備線方向を0度として360度の旋回角を持っていたが、減速配置の場合は、上部構造物による制限があった。不要角度は、行角30度、深く5度であった。スベトラーナ級とクラーフ・ムラビオーフイコールはムールスキー Q の建造に際し初めて発注されたものであった。このほか、艦は、水中発射型の魚雷発射艦を備えていた。また、 アドミラーアルナヒーモフ級は艦隊には、軽微な装行を有していた。ロシア帝国の軽巡洋艦は、従来の遠洋用の防護巡洋艦と近海用の防護巡洋艦の後継となるべき艦種として考えられており、そのためこれらと大差ない最低限の防御装備しか持たなかった。速力は2 9 5 k n と高速で、航続距離は遠洋用防護巡洋艦と、 近海要望五巡洋艦の中ほどであった。国海艦隊向けの艦は艦隊の延長と補強により排水量がバルト艦隊向けの艦よりおおむね1000トン近く増加していたが、軽巡洋艦の命となる速力や航続距離に影響はなかった。アドミラール・ナヒーモフの建造は1913年10月18日、ウクライナ南部の都市、 ニコラー a フのルッスード造船所で開始された。浸水は第一次世界大戦開戦後の1915年10月25日に行われた。この時期、ルッスードの船内にはアドミラール・ナヒーモフを含め4隻の同型艦が並んでいた。しかし、戦局の混乱によりこれらの建造は徐々に遅れ始めた。さらに追い打ちをかけたのが1917年2月に 始まったロシア革命であった。最初の2月革命では皇帝が退位し臨時政府が樹立された。10月にはボリシェビキによる10月革命が勃発した。この年の末までにアドミラール・ナヒーモフの建造は90%が仕上がっており、武装以外については全て事実上の完成状態にあったと言われ。しかし、一連の革命とその後の ロシア内戦によりその建造は著しく遅れるようになった。2月革命後、アドミラール・ナヒーモフの所属は臨時政府の国会艦隊となっていたが、それにもかかわらず、1917年内にはウクライナの国旗を掲げていた。国会艦隊全体としては、一説には正式なウクライナ国家が成立以前の1917年4月の時点ですでに、 ウクライナ国旗を形容する官邸があったという。このことから国会艦隊は史上初めてウクライナ国旗を掲げた近代軍隊となった。この背景には当時国会艦隊の勤務者の大半をウクライナ人が占めていたということがあった。1917年11月以降ボリシェービッキのウクライナに対する態度は敵外心をあらわにしたものとなり首都キエフで テロ活動を実行するまでになった。12月になると、ロシア共和国の赤軍が、ウクライナ領内に全面侵攻し、ウクライナソビエト戦争が開始された。ウクライナ人民共和国のウクライナ中央ラーダは、防戦に追われ、各地を失った。ウクライナ東南部もその例外ではなく、半年前に、ロシア共和国から正式に認められていたにもかかわらず、中央ラーダは、 同地方の領有権を放棄せざるを得なかった。東南ウクライナが赤軍に占領されたことから、臨時政府の国会艦隊に泊まっていたアドミラール、ナヒーモフも赤軍により接収され、赤色国会艦隊に組み込まれた。1918年1月14日には、中央ラーダは、ウクライナ人民共和国艦隊に関する臨時法を制定しているが、 その時にはもう艦隊は赤軍に掌握されていたので、ある。当時、ボリシェビキのアジテーションにより、国会艦隊には親赤軍派も多くなっていたと言われる。劣勢を挽回するため、中央ラーダは1918年2月に、中央同盟国とベレステスイコ平和条約を締結した。ドイツ帝国や、オーストリアイコール、ハンガリー帝国の強力な軍隊と連合した中央。 ラーダ軍は人が詰まりの間にウクライナの大半を取り戻し、ボリシェビキをウクライナから駆逐した。この時期、セバストーポリにあった国会艦隊本隊は3分された。すなわち、一部は白軍に合同して、南ロシアなどへ逃れ、また一部は赤軍により持ち去られた。しかし、大多数を接収したのは、4月中旬にドイツ軍と共同でクリミア半島へ進撃した。 ペトロー・ボルボチャーン指揮下の中央ラーダ軍第2ザポリージャ不評連隊であった。一方、ニコラー F にあったアドミラールナヒーモフは、そのまま中央ラーダ軍の指揮下に入った。しかし、政治的な対立から4月29日には、ドイツ軍の後ろ盾により、パウロ・スコロパード・シクイがクーデターを起こし、中央ラーダは解散された。スコロパード・シクイは、 全ウクライナの平地マンに就任し、国語をウクライナ国と改めた。中央ラーダ軍は事実上解散され、一部は白軍や黒軍と合流するなどした。だが、海軍艦艇の多くはそのまま、ドイツ海軍、ウクライナ国海軍の指揮下に移った。アドミラール・ナヒーモフの感情には、引き続き、ウクライナの海軍機が翻った。しかし、 ヘイチマン政府の取った政策は農家に対して厳しいもので夏頃にはウクライナ各地で反乱が絶えなくなった。ヘイチマン政府は様々な海中策を取ったがその一つが海軍艦艇の名称をウクライナ化することによりウクライナ民族主義者へ心情的なアピールを行うことであった。ヘイチマン政府は特に国内で建造中の新型艦に対しては全てにし ウクライナ的な名称を与えた。アドミラール・ナヒーモフには、ウクライナ史上最大の英雄と目される、ザポロージャ・コサック、ヘイチマン国家のヘイチマンにして、ウクライナ独立の党首フダーン・フメリヌイ・チクイの名が、与えられることとなり、その名を、ヘイチマン・ボフダーン・フメリヌイ・チクイ、と改められた。同様に、姉妹艦のアドミラール・ラーザレフには、ヘイチマン、ペトロ・ドロシェンコ、 アドミラール・イストーミンには、ヘイチマン、ペトロコナシェービチイコール・サファイダーチュヌイ、アドミラール・コルニーロフには、詩人タラース・シェウ・チェーンコの名が与えられた。しかし、11月初旬に、ドイツが連合国に降伏すると、ウクライナを取り巻く状況は一転した。強力にして、唯一の後ろ盾を失った、ヘイチマン政府は、画界、各地の反乱勢力を抑えつけることは、 到底可能なくなった。キエフを中心とする中部ウクライナでは、中央ラーナの流れを組むドイレクトーリアに、ウクライナ国の政権が正式に移譲され、ウクライナ人民共和国の復活が宣言された。東南部にも一時ウクライナ人民共和国の支配が戻ったが、その後ロシア帝国の同盟国であった、イギリス・フランスが軍隊を上陸させ占領した。この際、 干渉国の支配に対し抵抗を示した、軽巡洋艦兵マ万、ペトロコナシェービチイコール・サファイダー・チュヌイは、イギリス戦艦マールバラによって撃沈されている。その後、干渉軍と合同した南ロシア軍が、ウクライナ島南部やクリミア全土を接見した。しかし、その支配も安定せず、各地で赤軍と白軍が権力を奪い合った。1919 19年1月24日、 南ウクライナを占拠した南ロシア軍の総軍司令官アントオンデニーキンはニコラー F にあったアドミラールナヒーモフの完成作業への着手を指示した。その後、白軍は約2ヶ月にわたって新型巡洋艦の建造を進めた。しかし、春には赤軍がニコラー F、ヘルソーン、オデッサ、そしてクリミア半島を占領した。これらの町は ボリシェビキが、ウクライナ支配のために建設したウクライナ社会主義、ソビート共国の領土に組み込まれた。赤軍は、ニコラーエフを置いて、アドミラール・ナヒーモフや戦艦デモクラーチアなどの建造を急いだ。また、ドイツ軍によって、セバストーポリ軍港に引き上げられていた、沈没戦艦インペラトリー・ツァマリーヤも、設備の整ったニコラーエフのドックへ運ばれ、 その修繕と戦力化が開始された。しかし、赤軍がこれらの艦艇を完成させ、実戦へ投入することはなかった。この年の夏には、南ロシア軍が再び、ウクライナ東南部全土を掌握したのである。南ロシア軍は、旧帝国国会艦隊の戦艦ゲネラール、アレクセイエフや、防護巡洋艦、ゲネラールコルニーロフを中心とする有力な艦隊を、率いていた。そして、 艦隊力のさらなる増強のため、アドミラール・ナヒーモフなどの建造や修理を進めた。しかし、1919年の秋以降、モスクワへの接近において、南ロシア軍は、赤軍の強力な反撃にあった。南ロシア軍が劣勢になったのに伴い、白系核軍は撤退の準備を始めた。ルスードの先代にあったアドミラール・ナヒーモフは、 1920年1月24日、ニコラーエフから撤退する白軍の手により、オデッサへ栄光された。そして、デニーキンの指示によりその地で建造が続行された。白軍は、艦隊の力を頼りに何とか、クリミアと南ウクライナへ踏みとどまろうとした。黒海とアゾフ海を掌握した赤軍であったが、そこにはもはやまともな艦艇は一石たりとも残されていなかったのである。 しかし、白軍内部では、親赤軍派による、密かな反乱が企てられていた。1920年初にはどうにか完成にこぎつけた、アドミラールナヒーモフであったが、白軍の撤退に伴い、オデッサからセバストーポリへ開港しようとした際、乗組員は、意図的に艦を浅瀬に乗り上げたのである。ノビーク旧駆逐艦、暫定の場合も同様で、 乗組員はこの虎の子の親衛艦を浅せ、乗り上げてしまった。結局、白軍は、こうした親衛艦を手放さざるを得なかった。2月に、オデッサが、赤軍の手に落ちると、アドミラールナヒーモフは、赤軍により扶養され、ニコラーエフへ戻された。また、この時、以降、ウクライナ東南部には、赤軍の支配が定着した。白軍の劣勢は挽回されず、 総軍司令官であったデニーキン自身が4月にはコンスタンチノポリに向けて戦艦マールバラで逃亡してしまった。デニーキンの後継者となったピョートル・ブラーンゲリは白軍組織を改編し新たにクリミアを拠点とするロシア軍を編成した。ブラーンゲリはアドミラール・ナヒーモフやザンテの経験から一時大戦に際して臨時召集された国会艦隊の水兵に進を 置かなかった。そのため、ロシア軍艦隊の構成員は、主として、機友将校からなっていた。白軍は、最終的に1920年11月のペレコープイコールチョンガールの戦いに敗れた。この際にも、ブラーンゲリの国会分艦隊やアゾフ分艦隊は、期待したような働きを見せることはなかった。それは、敗れた白軍が、 イギリス・フランスの艦隊と合流し国外へ逃亡した際に初めて目立った活躍を見せた。内戦が赤軍の勝利のうちに集結すると、アドミラール・ナヒーモフのような未成官について二つの意見が出されるようになった。一つは、建造を続行して艦隊に加えるべきとするもの、もう一つはそれらの艦艇はすでに旧式の類に入ってしまっており、完成させる価値がないというものであった。 しかし、海軍アカデミーの校長で、軍事作業復興に関する海事文化委員会の一員でった m a ペトロフは、次のような理由で、スベトラーナ級の建造続行を指示した。すなわち、1921年に浸水した、アメリカ合衆国のオマハ級系巡洋艦と比べた場合、性能的にスベトラーナ級が、このアメリカ海軍の新鋭艦にそれほど見劣りする。 ものではないというのである。しかし、破壊された国家経済とソビエト政府における海軍への不人気は、こうした最もな説明をもってしても全ての巡洋艦を救うことを不可能にしていた。結果として、八隻のスベトラーナ9巡洋艦のうち、スベトラーナとアドミラールナヒーモフのわずか二隻のみの建造が認可され、バルト海と国海の艦隊へ、 それぞれ一席ずつ配備することにな。後、大幅に設計を変更されたアドミラール・ラーザレフも、これに加えられた。アドミラール・ナヒーモフについて、正式な決定が下ったのは、1922年12月10日に、行われた第7回全ウクライナ・ソビエト大会での、ことであった。この大会において、ようやく次のことが決議された。ソビエト・ウクライナと、 赤色国会艦隊の友好関係強化のために、第7回大会は将来の全ウクライナ中央執行委員会に対し、ナヒモフへの支援と、その完成のための可及的速やかなる措置を依頼する。1922年12月26日、共和国革命戦時委員会は、アドミラール・ナヒーモフに対しチェルボーナ・ウクライナという新しい名称を与えることを決定した。 これは赤いウクライナという非常に共産主義的な名称であったが、それと同時にソ連官邸としては他に例を見ないウクライナ語による名称であった。この背景には1920年代に取られたソ連のウクライナ海中政策があった。ロシアとウクライナの間に行われた激しい戦争やウクライナ内戦の影響もあり、戦後ウクライナにおける対ロシア感情は最悪のものと、 なっていた。当初は強硬に反ウクライナ的な態度をとっていたロシア政府であったが、1922年12月29日のソ連結成に前後して国内に火種を残すことへの懸念からウクライナへの怪中政策をとるようになってた。そのために行われたのがウクライナ化であり、ウクライナ文化の研究やウクライナ語使用の奨励がなされたのが1920年代であった。 ウクライナ化政策が正式に施行されるのは1923年からで、あるが、チェルボーナウクライナが、あえて、ウクライナ語名の歓名をいただいたのも、こうした事情に関連したものであった。これは、くしくもかつての平地マン政府がこの歓に、ボフダーンフメリヌイーツクイの名を与えたのと同じ、敬意であった。また、この場合、赤いウクライナという名称は、 共産主義のウクライナという意味であり、ソビエトウクライナという名称と実質的に同じ意味合いを持っていた。チェルボーナウクライナは、ウクライナに駐留する国会艦隊を象徴する新鋭艦として、まさにソビエトウクライナという新しい国家を代表する名称を冠されたのである。また、こうしたソビエトウクライナという国を背負った名称は、後に建造されたちょうど急戦艦。 ソベイツカやウクライナの先駆けともなった。戦艦ソベイツカやウクライナの命名も、ウクライナ人の愛国心に訴えて、ソビエトウクライナのための奮起を促したという背景があった。1923年4月1日、ニコラーエフの国営工場は、アドミラール・ナヒーモフの建造を再開した。財政及び技術的な問題から計画は、当初のものに基づくものとされたが、その後、 いくらか改善が加えられることになった。その結果、防雷具や水上飛行機搭載設備が追加され、対空火器も強化された。また、魚雷発射艦も、旧来の水中発射式のものに変えて艦上に3連装のもの4機を搭載した。これは、当時としては従来装艦と呼べる強力な装備で、本格的な水雷戦を視野に入れたものであった。 1926年夏までに作業は完了した。1927年3月21日、チェルボーナ・ウクライーナは実戦配備に着いた。チェルボーナ・ウクライーナに最初の指揮官として乗り込んだのはニコライネ・スビーツキーであった。当時、国会艦隊で最も新しく有力な艦艇であったチェルボーナ・ウクライーナ、機関として艦隊に迎えられた。1928年には、 駆逐艦ネザモージュニクとペトローフスキーを伴って、トルコを親善訪問した。1930年には、PA エブドキーモフの指揮のもと、随伴駆逐艦と共に、地中海周航に出発し、メッシーナやシチリア、ピレウスを歴訪した。4年後には再び、トルコを訪問した。その間、1932年に、チェルボーナ・ウクライーナは、基本修理を受けた。 1930年代の他の時期には、チェルボーナ・ウクライーナは、国会で活動していた。国会艦隊の新鋭艦であったチェルボーナ・ウクライーナには、その後大きな出世を遂げる人物が、幾人も若き日の勤務先として乗り込んでいる。後に、ソ連邦海軍元帥となるニコライ・クズネッツオフの最初の勤務先もまた、チェルボーナ・ウクライーナであった。彼は、バルト艦隊の、 旧式とはいえ戦艦への勤務の打診を蹴って最新鋭の洋艦を選択したのである。しかし彼が1926年に国会艦隊へ任艦した時にはまだ港には駆逐艦や雑役船の姿しかなく艦隊はどこにあるのだという著しい不安に襲われたということが回想されている。彼は艦の収益から1929年までチェルボーナウクライナで勤務した。 また、1933年には再びチェルボーナ、ウクライナへ戻り、艦長として1934年まで上官している。後に、海軍大将となるユーリー・パンテレーフも、1925年から1930年の間、チェルボーナ・ウクライナにおいて航海士として勤務した。1933年からは、ウクライナや、 南ロシアを中心に発生したホロドモールを景気に1920年代とは、打って変わって、ソ連政府はウクライナ弾圧政策を取るようになった。多くのウクライナ人が虐待され、ウクライナ文化も全面的な弾圧を受けた。ロシア語の使用が奨励され、ウクライナ語使用の制限が加えられた。ロシア語にないウクライナ語独自の文字については、使用の禁止が決定された。こうしたことは、 ウクライナ語名の漢名を持つチェルボーナ・ウクライナにとって人事ではなかった。ウクライナ独自の文字が禁止された結果チェルボーナ・ウクライナの E の字も使用が禁止され、漢名はロシア語から流用した E の字を用いてチェルボーナ・ウライナと書かれるようになった。第二次世界大戦勃発によりチェルボーナ・ウクライナも近代戦へ対応するため、手法を 新型のものに換装するなどの武装強化が計画され、1941年1月には、セバストーポリ軍港のセーベルやブーフタで、改修工事に入った。しかし、ナチスドイツ軍がソ連に侵攻したためその計画は、急遽延期され、5月には戦列へ復帰した。応急処置として、若干の機銃が増備されている。1941年6月22日、 ニコライ・ワシーストイー・一ト大佐式のもと、チェルボーナ・ウクライーナは、セバストーポリにあった。6月23日から25日にかけて、港湾部への機雷付設作業に従事した。7月5日の深夜、セバストーポリの艦隊は、新しい拠点となるノボロシースクへ、出港、翌6日午前9時、目的地へ無事到着した。8月27日16時19分には、再び、 セバストーポリンを出港して29日8時55分に、ノボロシースクへ帰着した。チェルボーナウクライナは、両艦と共に、オデッサへの支援作戦に参加することとなった。その目的は、敵に包囲攻撃されているオデッサへ、増援部隊や武器弾薬、物資の補給を行い、必要に応じて、艦砲射撃により、陸上部隊への火力支援を行うことであった。 8月29日から9月1日にかけて、チェルボーナウクライナは、オデッサの陸上部隊支援のため艦砲射撃を行った。10月2日には、撤退作戦のためテンドライ向けて出港し、3日12時53分、海兵隊を連れて帰還した。しかし、10月には、オデッサからの撤退命令が下り、今度は取り残された遊軍や町の住民、物資の引き上げに、 従事しなければならなかった。さらに、バシストイ、e、大佐を主座とする、オデッサ防衛畜産防本部もチェルボーナウクライナ、艦場へ移された。それ以降、チェルボーナウクライナからは全軍に対する指揮が出され、ようになった。10月6日には、オデッサへ向けて出港し、一昼夜の後難民を乗せて帰還した。10月13日16時30分にはまたも、オデッサに向かい、 翌14日7時30分に到着した。10月15日には二度敵に対する艦砲射撃を実施した。10月16日5時28分には1164名の難民を乗せてセバストーポリへ向けて出港。その日のうちに到着した。10月30日15時14分には撤退する軍部隊を回収するためタンドラへ向けて出港。 翌31日3時に到着した。そして、部隊を乗せた後、セバストーポリへ、出港、昼のうちに到着した。セバストーポリへの帰還後、チェルボーナウクライナは、セバストーポリ防衛地区艦隊へ組み込まれ、セバストーポリの防衛線に従事することになった。11月5日には、指揮官として新たに、アイエーザルーバ二等大佐が任官した。11月8日、 セバストーポリの艦隊で初めて敵の攻撃により火の手が上がった。11月9日と10日には合わせて7回の艦砲射撃を行い、9日には48発、10日には100発の砲弾を使用した。11月12日、セバストーポリ軍港に停泊していたチェルボーナ、ウクライナは、ユージュナやブーフタのグラーフフ島において、ドイツ空軍の集中爆撃を受けた。攻撃の 第一波では、本艦目がけ爆撃機から二十八発の爆弾が投下された。十一時、チェルボーナウクライナは二発の爆弾を、艦の中央部に受けた。十二時二十四分には、さらに三発の資金弾を受けた。チェルボーナウクライナの艦首は、浸水により顕著に沈下を始めた。しかし、艦は、上員の努力により戦闘を続け、何とか航行に耐えた。この時、 すでに七十名の乗員が死亡していた。艦内は次第に浸水が激しくなっていったが、残った乗組員による必死の努力により応急処置が成功し艦の沈没をどうにか恐ら、飛来するさらなる敵機も撃退した。空襲は夕闇の訪れるまで続いた。しかし、ほとんどの爆弾は目標から逸れた。乗員は艦の救出のためにできるだけのことはやった。 しかし、両原に、それぞれ一箇所の大きな玉子をうがたれ、艦内には三千トン近くの海水が流入していた。十一月十三日未明、艦の下舷方向への傾斜は、限界の四十度に達した。そして、ザルーバ艦長は、司令部の命令として、総引退艦を命じた。午前四時、最後の艦載艇が、巡洋艦から離れた時、 巡洋艦は転覆して艦首より海中へ没し,した。この日の空襲は激しいもので、チェルボーナウクライナの他に4隻の駆逐艦と4、隻の輸送艦、そして潜水艦 S-32 と SHCH-214 が失われた。チェルボーナウクライナの乗員は、セバストーポリ防衛部隊に組み入れられ、12月17日には、 艦から降ろされた13センチメートル手法を持って4つの砲兵部隊が編成された。チェルボーナ・ウクライナは終戦後に至るまでユージュナやブーフタの港に横たわっていた。そしてこれが大祖国戦争で失われた唯一のソ連巡洋艦となった。1947年11月3日、2年間に渡って海中にあったチェルボーナ・ウクライナは引き揚げられた。 損傷の度合いから艦隊は修繕の上練習訓練用の施設として活用されることになった。1950年2月6日には名称が STZH-4 に改められた。同年10月30日には艦首を標的艦に改められ名称も TSL-53 に変更された。標的栄光艦としてしばらく使用された後、 1952年5月10日には、コサバカヤ地区で、海軍航空機の爆撃目標としてさせられた。これをもって、TSL-53 は、ソ連海軍より完全に除籍された。大祖国戦争におけるチェルボーナ・ウクライナの働きは、ソ連国内で高く評価された。戦後、セバストポリの国会艦隊基地にある、グラーフフ島には、ここに、敵と戦いながら、 1941年11月12日巡洋艦、チェルボーナ・ウクライナ・シズムと書かれた記念パネルがはめ込まれている。このパネルはロシア語で記されているが、艦名はウクライナ語で書かれている。このほか、基地にある海軍博物館にも同艦を記念する展示が設置されている。チェルボーナ・ウクライナの艦名は、後にミサイル巡洋艦に受け継がれた。しかし、この艦は、 ソ連の崩壊とウクライナの独立によって解消され、バリアークと呼ばれるようになった。チェルボナウクライナの名は、あまり強くに共産主義と結びついており、今後共産主義政権が復活しない限り、チェルボナウクライナの名を受け継ぐ官邸も現れない見込みである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。